名古屋臨海高速鉄道株式会社は、愛知県名古屋市港区11屋1丁目46番に本社を置き、同市で鉄道路線を経営する第三セクター鉄道事業者である。名古屋市の外郭団体。名古屋市港区南部の旅客鉄道空白地帯を解消するため、西林港貨物線を旅客線化して、青波線と相性をつけ、 第一種鉄道事業者として営業している。鉄道事業では社名に変わり、青波線の名で旅客案内を統一している。また、同時に貨物線として第二種鉄道事業を行う日本貨物鉄道に施設を対応している。2011年に事実上経営破綻しているが、県と市によって440億円の公的資金を投入して事業再建計画中である。 19団体が出資している。筆頭株主は名古屋市で半数を超える76.9%の株式を保有している。他に愛知県の保有率が12.6%で、市、県だけで約90%を占めており、公的資本の比率が極めて高い。県に続いて東海旅客鉄道が3.25%で民間筆頭となっている。 公実の事業再生 ADR による、原資等により、出資比率が2010年度末に変動したので、市の出資比率が上昇し、JR 東海の出資比率が10%から3.25%まで下がった。市については、交通局所管ではなく、住宅都市局所管である一方、交通局文章の市営地下鉄との共通施策も、多く、資本。 経営面で極めて密接な関係にある。一方、経営再建にあたり2010年、代表取締役に JR 東海出身者を迎えている。JR 東海は、出資比率こそ低いものの名古屋。名古屋貨物ターミナル間の鉄道資産を譲渡したり、青波線開業後は、電車の検査を診療車両区や名古屋工場で、受託したり社員を出向させるなどの協力を、 行っているほか同社の鉄道博物館である、リニア、鉄道館はおなみ線近所不動駅前に開業させており、事実上の集客支援を行っている。線形電車大人普通旅客運賃。2019年10月1日現在、名古屋、の、関間の沿線住民の通勤、通学客の利用が見込める区間の運賃は、名古屋市営地下鉄と同額に設定されている。 名古屋市営地下鉄と同様に入場券や、回数乗車券は発売されていないが、往復乗車券は発売されている。340円区間は笹島ライブ、近所不当間のみ、360円区間は名古屋近所不当間のみの適用。青波線では、マナコとかなどの交通系、IC カード全国総合利用サービスに対応する IC カードが利用できる。 マナコで当線を乗車した場合には、名古屋市営交通との間で以下の乗り継ぎ割引が適用される。2019年頃に自動券売機が IC カードを置くタイプに交換された。これにより、モバイルスイカにも直接チャージができるようになっている。当線内で完結する定期券は、駅係員が配置されている名古屋駅、中島駅、近所不当駅で購入できる。 名古屋市営地下鉄、名古屋市営バス、名古屋鉄道、JR 東海との連絡定期券は、当線の駅では発売していない。地下鉄、市バスとの連絡定期券は開業当初は、名古屋市営地下鉄の名古屋駅、堺駅、金山駅にある、名古屋市交通局のサービスセンター3カ所のみで発売されていたが、マナコ導入後は、名古屋市交通局のすべてのサービスセンター並びに一部の、 駅を除く地下鉄各駅の駅長室でも発売されるようになった。名古屋鉄道との連絡定期券は名鉄各駅員配置駅のみ、JR 東海との連絡定期券は JR 東海の各駅のみでの発売である。なお、JR 東海との連絡定期券はとかのみによる発売である。近畿日本鉄道や名鉄バス、 三重交通などとの連絡定期券は存在しないわと、おなみ線の定期券が乗った、マナコに複合させることができる。他社鉄道各線との連絡定期券での接続駅は、名古屋駅に限定されており、他の駅での接続にすることはできない。名古屋市営地下鉄、市営バスとの連絡定期券は、以下の割引が適用される。蒸気乗車券も名古屋市営地下鉄、 市営バスと同様に当社線全区間で使用できる。2005年3月18日から9月25日まで、笹島、ライブ駅前で開催された愛知万博笹島、サテライト会場、デラファンタジアの利用者向けに、名古屋駅マイナス笹島、ライブ駅間フリー乗車の、名古屋、笹島ライブ1日フリー切符を発売した。料金は大人300円、子供150円で、 乗車券の裏面にはデラ・ファンタジアのパビリオンの一つ、ポッケパークにちなんで、同年7月16日に公開された映画、ポケットモンスターミュート波動の勇者ルカリオのイラストイメージが描かれていた。この乗車券は、自動改札機を通すことができず、改札窓口で駅員に見せる仕様になっていたため、名古屋駅と笹島、ライブ駅でしか販売されていなかった。2016年から、 夏休み期間など、期間を限定して、青波線1日乗車券が発売されている。当初の需要予測では、2004年度の乗車人員を6万6千人、日と見込んでいたが、実際にはこれを大幅に下回る1万8226人、日にとどまり、開業以後毎期営業収入を上回る金額の、減価償却費を計上することとなった。これを受けて、 需要予測を見直した結果、2010年3月期決算において、約413億円の固定資産の減損を計上し、約415億円の債務超過に陥ることとなった。名古屋市では、総務省のガイドラインに基づき経営が著しく悪化している外閣団体の改革プランを作成することになり、名古屋臨海高速鉄道もこの対象となった。 2009年7月より外部の有識者会議を開き、経営改革策の検討を進めていくことになった。2010年11月12日に国土交通省から公表された再構築計画によると、まず財務体質の改善のため、同月に既存の資本金157億円について100%減資を実施すると同時に、名古屋市、 愛知県からの借入金306億3990万円についてデッドエクイティスワップを実施、さらに名古屋市、愛知県から20億円の金銭による増資を受ける。この金銭を主な原資として12月には日本政策投資銀行からの借入金約142億円のうち約21億円を一括返済、残りは日本政策投資銀行が 再建放棄することで、債務超過を解消する。以上の合意は、事業再生実務課協会を ADR 機関とする事業再生 ADR によって形成された。営業面では、ポートメッセ、名古屋やリニア、鉄道館と連携した集客施策などで2019年度の乗車人員を32,800人、日まで増やすとともに、自動販売機の増設や、 広告営業の強化などで、運賃外収入も増加させることを目指す。その後、赤字額は年々減少しており、特に路線南部の中島駅や嵐子川、公園駅付近への商業施設や高層マンション新築が相次ぎ、ここ数年で沿線の人口が増加したこともあり、JR 東海の博物館、リニア、鉄道館がオープンした2011年頃から、 右肩上がりで利用者数の増加を記録している。さらに2017年4月1日には、デンマーク王国発祥のレゴ車が、青波線の終点でもある、金城不動に、日本初のレゴ車による大型テーマパーク、レゴランドジャパンをオープンし、その集客効果により、将来的にさらなる利用者数の増加が期待されている。実験運行として21世紀の名古屋を走る、 C56 系蒸気機関車2009年により、名古屋市長に就任した河村隆氏は、青波線で蒸気機関車を走らせ、当線の活性化を図る構想を発表した。当時、早ければ2012年度から名古屋中島間で試験運行を行う予定とも表明した。その際、必要となる蒸気機関車は、西日本旅客鉄道から C56160 あるいは、 C57-1 のいずれかを借り受ける予定としていた。なお、運行区間が中島までに留まる理由は、中島以南の新線区間の高架橋が旅客船、専用であることを前提として建設されているため、軸中の重い蒸気機関車の入船が困難であるため、と説明されている。2012年11月19日に、2013年2月16.17日の2日間に、 渡って、実験走行をすることが発表され、一般公募者の中から試乗者を募集することも発表された。また市長から検証の上、通年運行を目指す考えが述べられた。2013年2月11日、JR 西日本より借り受けた c 5 6系1 6 0号機1 2系客車三両、で10型が日本貨物鉄道による公衆輸送として、 名古屋貨物ターミナル駅に到着。同2月13日14日の2日間に試運転を行った後、2月16日17日に特別ヘッドマークを C56160 に取り付け、実際に乗客を乗せての実験走行が行われた。16日の実施に際しては、名古屋市が設定した観覧場所に3600人の観客が詰めかけている。 走行実験を行うにあたっては、鉄道事業法上の手続きとして、事業基本計画の動力に従来からの、電気、内燃に、蒸気を追加する必要が生じたことから、2013年1月18日付で、名古屋嵐湖間の動力追加申請の承認を、国土交通省中部運輸局から得ている。表だったトラブルは起きず、運行自体は、成功に終わったものの、 定期運行化の際に問題となる梅園、汽笛等による騒音など多くの課題が山積みとなった。東海旅客鉄道はこの問題に加え、協力に必要なものも人材もないと発言すると、共に市長が同じく提言した SL 博物館に関しても、我が社はリニア、鉄道館で精一杯なので、そちらに宣言させていただきたいとして、 市長の SL 構想に対して協力する意向がないことを定例会見で表明している。2017年3月10日より名古屋近城不当間の途中駅に停車しないノンストップ列車の運行を開始した。ノンストップ運転により名古屋近城不当間の所要時間は各駅停車よりも7分短縮され17分となった。これは同年4月1日に開業した。 レゴランドジャパンへのアクセス向上を図るためである。ノンストップ列車は臨時列車として運転しており、運転時刻は毎月中旬頃に発表される、翌月の臨時列車時刻表に掲載されている。また、ノンストップ列車の運行にあたり、列車接近アナウンスに種別が追加され、各駅に設置されている LED 電光掲示板にも、普通、または、 ノンストップの種別表示がされるようになった。ありがとうございます。